お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのキョスケバルーンデッキをね、紹介していきたいなと思います。で、こちらのね、デッキなんですけども、この巨大スケルトンの枠は元々はね、ボーラーだったんですよ。そう、ボーラーね、僕の、まあまあね、結構大好きな、はい、カード、こいつだったんですけど、解雇されちゃいましたね。ボーラーが巨大スケルトンに、まあ、なりましたよというようなね、デッキでございます。まあ、元々ボーラー型で結構、まあ普通に強いデッキだったのが、まあ巨スケになったと。なんで巨スケになったんだろうって感じなんですけど、まあ最近巨スケ多いですし、またトリトンとかもね、結構いるんですよ。そう、巨スケプラスのトリトンハンターデッキのロイジャイ入りとか、まあ普通にトリトンハンターの編成が今多くて、ボーラーだとやっぱ簡単にキング起動されてしまうとか、そういったね、まあ弱点というか、ちょっと辛い部分がね、あって、今回はね、たまたまね、お休みという感じになったんじゃないかなと思うんですけども。さあ、これちょっと怖いですね、キョスケの爆破が。まあ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 。で、まあでも、キョスケになった分、ゴレとか、大型には気持ち戦いやすくなったと思いますし、個人的にめちゃくちゃ使いやすくなったと思いますね。こうなんか、キョスケ流して、なんかこう、橋渡るときにバルーン飛ばして、またフリーズするだけみたいな。で、最悪この巨大スケルトンの爆破に相手のユニット巻き込めばカウンターも来ないので、そう考えると、すごいなんか、なんで今まで巨大スケルトンじゃなかったんだろうっていうぐらい、万能な気がしますよね。まあ、対空出たらですけど、これちょっとこの辺で止めてあげたいですよね。あ、オッケー。さあ、トリノ使うが、これだってランバーが多分ぶっ刺さるっすよね。よし。まあ。で、ここは、さっき相手マスケだったんで、エレキじゃないんですよね。なんで、インドラで溶かしてあげつつ、これインドが残ってくれるといいよなーと思いながらね。あ、さ、このホグは、いやらしいですね。目がない、相手の巨スケの爆破に、まあ、インドラをね、当てさせようっていうホグだと思うんですけど、まあ、相手ホグなんで、まあ、金起動しましたし、さすがにこれは、勝てそうな。巨スケホグ VS、まあ、巨スケバルーンと、いうわけで、いや、マジで巨スケ多いなー最近。こんなに流行るカードじゃなかったんですけどね。なんか昔はもうネタの中のネタで、本当にボムタワーと張るぐらいもうネタ。これスケルトン系ってね、マジで雑魚だったんですよ。ネクロとかだって一生弱いゾーンで生きてるじゃないですか。なんか、ネクロだけ置いていかれてる感はありますよね。で、相手これトレネあったなそういえば。トレネあったんで一回フリーズとか待って、あれ、キョスケ見たもんな、結構厄介ですね。その後ろから流して、まあ、蓋しちゃいますか。で、まあ、爆破で、これは行かれるんですよね。まあ、キョスケだと、この、お互いのユニットが全部爆破で行かれるっていうのがあるあるですね。まあ、ベビーとかドラゴンは気持ち残るが、これなかなか大変ですね。さあ、ホグがワンチャン来る。これフリーズしてもいい気がするな。で、ランバーとかを残しつつ、さあ、守っていく。まあ、ダメージは勝ってるのと、こういうところでも飛ばしてしまえば、あ、来た、これ、こうマスケットを逆サイドに持っていけば、相手は対空ユニットがなくなるんですよ。だから、トルネードをしても、バルーンが走るぞ。いや、これ多分止まんないんですよね。フリーズも今んとこ相手出てたから、あ、やなめか。いや、一発入る。いや、このね、攻めトルネがぶっ壊れなんですよね。で、まあ、最後今フリーズですね。足りなかったらという感じでね、いや、決まりましたね。いや、あれマジ強いですね。だから、もう、キョスケバルーン、を組めたら強いですし、組めなくてもフリーズがあると。そしてトルネで相手の耐久ユニットを逆サイドに持っていくこともできると。だからもう、なんか後半に入ってしまえば逆にキョスケバルーンでトルネもあってフリーズもあれば、100ぐらいでバルーン通ると思うんですよ。まあ、施設プラスのトルネード持ちだけちょっと辛いよねと。はしまいプリン。コカッちゃんですね、はしまいプリン。なんで、キング起動しちゃえば、僕的には有利かな。で、こういうロケット持ちだったり、まあ、なんかね、そういう施設プラストルネとか結構バルーンに強いデッキは厄介にはなりますね。なんで、まあそういう相手には、まあタッチ回り、あ、やべえ。あ、でも一体でも金起動できたらいい。オッケー。金起動さえできれば全然いいですね。で、端前プリンを一応警戒はしたいが、まあさすがに、ISP。で、これバルーンやったら、ロケだけだったら止まんないけど、プリンいるからなーと思いつつ、あれープリンセス、行かれると思うんだけどな、これ。ああ、いい、めっちゃいいウッドだけど、インフィ残してんのかな。いや、壊れねえか。まあ。これちょっと、ケツランバーとかで。ロケ撃たれるかな。いや、撃たれねえよな。いや、これ一回捨てましょうか。
ちょっとだけね、ちょっとだけ待ちます。でロキこれに打ってきたらもうバルーン速攻行きたいんですけど、ああ打ってこない。まあ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 待ちましょう。なんかバルーンだけで行っても結局ロケで終わるので、キョスケプラスバルーンでフリーズをかましていきたいですよね。僕としてはすごいわがままな攻めをしないとなかなか突破ができない。こうやって、おお、ロケ使うね。これどうせ手札暇でタルコロガスぐらいならバルーン飛ばしてインフェ使わせますね。そうそ う, そうこれは釣られる。でこれ絶対ハシマエプリン来るんですよね、僕の予想が正しければ。うえい来た。でもオッケー、いや防いだのでかいな。いやこれ残ってくんねえかな。インフェがね結構厄介ですね。まあまあまあロケ使っさっき使ったか。いやこれユニットぶっぱで全然いけると思うんですね。相手このね固めユニットがきついと思うんですよ。こういうね意味わかんない攻めが。おー、ここにロケ打ってくんだな。やばハシメプリンやだな。タルさあ、いやめちゃくちゃね勝ちたい。これは後ろから組んでなんかいい感じにね、キョスケドラドラを組んでそこになんかバルーンをロケを使わせてバルーンを通すみたいな、そういうのが理想なんですけど、まあ、なんならこういうの言っていい気もしますよね。フリーズ打ってるし。でも多分ロケは来るんですけど、ロケだけだと一応バルーンは残るんですよね。まあ、残るもののみたいな助けて。いやでもマジで、あ、俺勝ってると思うんだけどな。これ負ける理由がない。うん、いっぱいあるかいっぱいある気もするが、インドロ絶対きついでしょ。うん、ちょっとまあロケ打たせて、まあ、ランバーにも合わせてきてますね。おっきいな。うんうんうん、わかりました。これ逆サイいきます。右側でキョスケベビドラとか組んで今みたいにインフェ使わせて逆サイランババルにします。はい、来ました、ゴッツプラン。いやこれ勝ったな。ほら来たぞ来たぞ。あれで延命、いやフリーズして、まあまあまあ、まあ、右側をね意外とフリーズちょっと狙っていきたいっすよね。許容して、いやこれ、いや待ってよ、待って待って待って、あと1分でしょ、あと1分でしょ。インフェだな、インフェを最後攻めたるまで壊します。うん、これ相手やってね、結構やってない相手。インフェを攻めたるばばっすね。もうああ待って、バカ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 、でもギャングワンチャン、ワンチャンねえな。ちょっと待って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 、全然取んねちょっと待って、これテスラだったら多分余裕だったな。いやまだいけるぞ、いやまだいける。相手インフェ先勝ちなんでね。インフェ先勝ち、えマジでワンチャル、マジでワンチャル。でタルバブレタゲ取る、あタゲ取れてない、バカバカバカ。これロキ打たれるんでユニットぶっ放すね。いやワンチャン、待ってワンチャン、本当にワンチャン、あはは、あと1600、じゃあ2600、いや無理でしたね結果無理だった、結果無理だったけど、いやなんで俺がなんでこんなにダメージ受けたんだろう。ちょっとやっ、あーちょっと難しいですけど、インフェ読みタルババを決めていい感じの神フリーズを決めるぐらいしか、まあ、道はなさそうですけど、まあまあまあそんな感じですね。インフェがきついと新しい発見ですね。まあインフェロキか。いや悔しいな、ちょっと勝ちたかったですけど、なんか前半にめちゃくちゃダメージ受けてたのがね意外と良くなかったかもしれないですね。というわけで切り替えていきましょう。なんで大型系かな、気持ち大型系にはめちゃくちゃ強いと、あとヤリゴブコウモリとかにも戦えると、でトリトンにも戦えると、まあそんな感じのねデッキでございます。アイスウィザードのあんなスタンプあったんだ。なんかチャレンジが来てますよね。今もう終わったかもしれないんですけど、アイスウィザード、いややばっなんかお姉みたいですね、あのアイビズ。ちょっと欲しいな。アイビズも僕結構好きなんですよね。さあベビドラキョスケ、え？やば、これはねキョスケ対決はねなんか先に行っていいんですよ。別に僕のキョスケのバカを相手のキョスケが受けてくれるんでっていう、とかまあインドラ残せばね
ここであの巨助を破壊できる。よしよし。あー、お前なんでやねん。あー、インドラなんでやねん。ちょっと待って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 。施設取るねの巨助ね。なるほどね。相手もバルーンかもしれないですね。巨助バルーン対決。いや、巨助めっちゃ多いな。さあ、バルーンだと思うんだけど、キング起動相手はしてるのに僕はしてないのと、施設取るねがあるのが厄介ですね。そうですね。なんかタウロンっていう海外のプレイヤーがいて、その人のなんかバルーンデッキですね。あとディガーザップとかもあると思うんですよね。まあザップかなこれ。さあ戻してあげるものの、あーまあまあまあ施設取るねか。まあフリーズですよね。結局はフリーズで突破する。むずいですが、今このテスラを使ったっていうのはでかいですよね。なのでランバル普通に組んでいってもいい。ケツからキョスケで組んでも端前キョスケで止められるんで、これでキョスケバルーンでテスラがないのでトレネだけなんですね。で縦の戦士一発 KO でキングに引っ張るかな。でもこれは OK。 まあまあ一発入れば優秀優秀。しかもなんなら爆破参ってる。でこういうダメージちょっと抑えていきたいですよね。であとはインドラが相手はきついっすね。で僕はディガーがきついんですよね相手の。いやこういうの言っていいんですよね。こういうのでも組んでなんなら突破したい。テスラこれベビドラの外回ればさ事故って、いや来た来た来た。これ事故って外回れば、あでもトルネがあるんですよね。最強トルネがね。でこのキョスケだけは溶かさんとちょっとやばいですね。まあまあ悪くはないですね流れとしては。これだって繰り返しとけば僕が負けるのは、まあ、相手のバルーンが入るか、まあ、ディガーが入るかみたいな、まあ、そんな感じですね。さあ端前止める。端前対決は勝てそう。いやここでバルーンは、巨助の爆破が怖いので行かない。いやランパお願いゆっくり歩いてお前。ゆっくり歩いて。さあランバーこれフリーズトレーナーで金起動します。オッケー。いや待ってやばい。オッケー。いやめっちゃいい。よしよし金起動したのはでかいですね。うーんまあでもこっからはあと相手のディガーかな。個人的にディガーが嫌なのとバルーンも縦の選手名だ全部が嫌だ。でディガーを拾う。いや上か。あーなるほどね。フリーズで守るとちょっと攻めれないですね。バルーンの爆破これ入ってないよなお前。オッケー。いやベビドラ入ってる。なんでなんで。ラッキーラッキーラッキー。これ相手やったなテスラ。いやこれはいけるぞ。ちょっとめっちゃ隅っこにタルババ転がして、これ相手も攻めてくるしかないんだね絶対。よしよしよし。でまあディガー拾うでしょ。こんにちは。でまあトルネで早い段階で引っ張ってあげたいですね。ザップ打たれても大丈夫。よしよし。いや流れは完全俺だな。で流れは俺だなって言ってる時とか絶対いつも負けるんで、いやマジ気をつけないといけない。有利な時こそね。思ってインドラが事故って事故って事故。え？ちょっと待ってお前頑張りすぎやろ。そこでそんな頑張る必要ないんやな。これちょっと気をつけとかしておきたいな。いやーインドラ使うと逆サイ来るなこれ。まあ拾う。またトルネとフリーズかな。フリーズからのトルネの方がいいかもしれないですね。フリーズだけで、いや耐えれそう。フリーズだけでいける。なんならオッケーオッケーオッケー。なんならこれは右か。これディガー来る用の拾うランバー出して、あれもトルネだけでいけるんじゃない。いやフリーズやばい。タイブレイクタイブレイクタイブレイク。バカバカ。なんか事故ってもうちょっと入ってくんないとちょっとやばい。あんちゃん左。いやでもこれはオッケーオッケー。来た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 。さあグッドゲーム。いや怖っ。なんかあれっすね、相手が施設プラスのトルネードを持ってるとマジでバルーン飛ばすだけ通んないんですよね本当に。なのでまあユニット巨助プラスなんかベビドラとかインドラとかでダメージをちょっとちまちま稼げたのはまあでかいかなというところでね。いや枯渇に負けたのか。勝てそうなんだけどな。ザップがあればか。タルババとかワンチャンザップでもいい気もしますよね。タルババどうだろう。まあさすがにそこはちょっとねタルババかな。変に形を崩さない方が、まあ、安定できそうですね。まあ勝てないけどもなっそうっていうね。なんなら一番きついんじゃないかっていう訴えたいですね。普通の施設トルネだったら絶対この巨助の後ろのインドラとかベビドラが止まんないので、
まあ、そんな感じでね。さあ、スケ、クロス、ホグ、まあ、クロス、ホグ、ウォールブレイクあたりが濃厚ですね。ウッド、アイスピ、あ、2.6 ホグか。よいしょ。さあ、一応ホグ警戒して。さあ、アーチャー？うん、でも、あいぐらいだったな。あ、クロスか。テスラクロスですね。あ、テスラクロスもこれはまたなんかボーラーの方が良かったかもしれないみたいな感じもありますが、まあとりあえずね、一時的に耐えましょうと。いやー、やだなー、このダメージが。まあ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 、クロスはでもワンパン、なんかキョスケプラスのバルーン組んで公園にビビドラとかいれば、なんか攻めタルバとかしつつみたいなやれば全然いけるとは思うんですけどね。さあ、もう相手はこのアイスピとウッドでね、めちゃくちゃね、必死に削ってきてます。僕は嫌ですね、この削り。でしかも今バルーンないんで、このまま、キョスケはなんか餌みたいなとこありますよね。あれこれもうちょっとね、高かったらな、よかったな。まあでも、あれはあの、アーチャー逆サイドもう、行かれてくれるんでね。オッケーオッケー。いや、結構コス使ってんな、相手。いや、これ、なんかワンチャン？こういうなんか、弾のブップうざいと思うんですよね。で、ここで、ああ、アイゴレ、お前、レイジだけは持ってこい、ランバ。ランバ、レイジだけはこっち持ってこい。いや、ファイボーだけど、これ、ファイボーだけだと、いや、バルーン逆だったなー、これ。左だったらレイジ乗ってたのに、激アツだったのに。マジかよ。まあ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 。逆サイ、アイゴレが回るんすね。早いんすね。まあまあ、テスラクロスですよ、と。で、これ、キョスケ出したら逆サイクロス来るんで、まあ、インドラからかな。なんなら、インドラから入るのですら怖いんですけどね。もう、キョスケしか僕出せなくなるんで。相手は防衛クロス。いや、もうこれなんか悩むな。これキョスケ出さずに回してもいい説ありますよね、別に。さあ、どうせレイジ落ちる。ワンチャンこれフリーズ説ない？ファイボか、ファイボがあるっすね。はい。いや、待って、インドラが。オッケーオッケー。これでインドラでちょっとね、地味に狙っていきたいですね。インドラフリーズ、これインド出して逆サイをちょっと狙いつつので、ユニット全部固めてもフリーズ打たれるんで、的な感じでね。僕今さっきからずらしてるんですけど。こう相手がね、先にテスラを、クロスをここに置いてくれると。なんか真ん中バルーンとかしとけばいいみたいな。いや、まあまあまあ。様子見て。まあまあ。いやー、いけそうではあるけどな。いけそうではあるけど、怖いっすね、クロスが。これなんでキョスケを出さないかっていうと、キョスケやっぱ重いんでね。あの、怖いんですよね。サイクルがちょっと遅れるんですよね、キョスケ出すと。さあ、スケを破壊したら、このインドラがね、暴れてくれる。いや、いつフリーズをするか。なんかバルーン爆破落とすの遅いっすね。いや、このテスラ使った。いや、でかい。今テスラ使ったな。これ右サイドブップ説ある。待って、相手建築してんだよな、ずっとマジで。いつか一回キョスケ出したい気分もあるんですけどね、気持ちも。よし。レイジで走る。いや、これ2周目クロスとかでキングギドされたり最悪だな。いや、全然されると思うんですけど。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。いや、いい流れはいい、流れはいい。これ勝つぞ。待って、2000か。2000いてえなー、これマジで。一生同じことしてるんだけど。いや、相手、右に行ったな。よしよしよし。これ寄らないんじゃね？うわ、寄るんかよ。バカかよ。マジで、あれ寄んなっていうぐらい寄っていきますね。やべえ、建築されてる、これ。施設の突破方法めっちゃむずいっすね、これ、佐藤。なんだこれ。もうすげえ建築されてますもん、僕。いや、ワンチャンあると思うんですけどね、どっかで。いや、なんなら今だったかな。いや、今だったな、さては。いや、ワンチャンあるな、全然。20秒。最大5削り。いや、来た。ここや。もうブッパブッパブッパ。10秒、10秒、10秒。ブッパ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 。いや、間に合え。間に合え。ほんとに。気配で間に合わせろ、お前。なんでもいいから。ほんとに。もうテスラだけ、やめろ、テスラだけは。取るね。ほんとに。なんやこれ。なんやこれ。あ、全然ですね。いやー、でもフリーズ最後1個目覚えてます。1個目絶対フリーズできたんですよ。だから
僕のフリーズするタイミングが下手でしたね。はい。あそこでフリーズしとけば全然ありましたね。というわけでね、ちょっと全然勝てなかったな、気をつけ方。まあなんですけど、ぜひね、ちょっと、ボーラがね、気をつけになった方、皆さんもね、使ってみてくださいと。というわけでね、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。